シラカンバの表皮シラカンバは、カバノキかカバノキ族の落葉樹の一種。樹皮が白いことからこの名がある。温帯から亜寒帯地方に多く見られる。元編種である、コアンシラカンバベチャラプラティフィラバリエーション、プラティフィラとそれにごく近縁に、欧州シラカンバベチャラペンジェラは、アジア北東部、シベリアヨーロッパの広い範囲に分布する。日本では、 変種のベチャラプラティフィラバリエーション。ジャポニカが福井県、静岡県から北海道までの落葉紅葉樹林帯とは鉱山帯下部に分布する。禁煙種としてだけ看板がある。明るい場所を好む。夏季は春。私有同種で5センチメートルほどの大花は長枝の先からお嬢に垂れ下がる。芽花は単枝に4センチメートルほどの下水をつける。自家不が強く。 別の個体同士で受粉し種子をつける。種子は3ミリメートル程度の大きさで、風を利用して散布するのに適した薄い翼を持った形状。100グラムあたり34万個と大量に散布されるが、成り木まで成長するのはごく一部である。体陰性の弱い種子は、適地に散布されると一斉に発芽して、順輪を作る。不適地に散布された場合には、 地中で待機できる休眠性があり、山火事の熱を感知することで休眠を解除して発芽する場合や、湿原が乾燥し陸地化した後に発芽する場合など、先駆種としての能力を持つ。風媒花であるため花粉症の原因にもなる。シラカンバが多く自生するスカンディナビア半島では患者数も多い。シラカンバ花粉症は高校アレルギー症候群との関連もある。 白寒バ花粉症を持つ人のうち一定割合の人が、リンゴや桃など、バラ科の果物を食べた際に舌やなどに、アレルギー症状を起こすことが知られている。材質が硬く、キメも美しいので家具材や、家屋の内装に使われる。また、樹皮は、容易に燃え、天然の着火剤としても使われる。意外なところでは、アイスの棒や、割り箸、用事といったものも製造されている。春。 目吹く頃の白樺の幹に傷をつけると大量の樹液が噴き出す。愛の民族はこの樹液を単ワッカと呼び水場がない場所で野営する際の水地の水に用いてきた。樹液は人工甘味料キシリトールの原料になる。樹液に含まれる成分に人の表皮の保湿を促進する効用があることから化粧品にも利用される。皇室では平成時代の皇后。 三千子のおしるしになっている。韓国南部の地理山では、早春に秋の豊作を祈って、くし水祭を行い、神に備えた後、徹夜で飲み合います。翌朝樹液で炊いたご飯を賞味します。フィンランドでは、山火事などの後に、最初に生え、草木林を育てていくことから、マザーツリーと呼ばれ、樹液やサウナの枝、樹皮のバッグなど、広く親しまれています。 ロシアでは、雪時の頃、近郊の森に出かけ、樹液を飲む習慣が、モスクワにも残っており、百薬の長だと、今でも信じていると報道されています。民間療法で、シラカンバに寄生するチャーガというキノコを、胃腸の調子が悪い時にお茶のようにして飲む風習がある。ソルジェニーチンの、ガン病棟では、ガンの民間薬として書かれている。ヨーロッパでは、 5月祭に白カンバの葉や花で飾り付けたメイポールを広場に建て、その周りを踊りながら回るという風習があった。ルーン文字の一つにこれを表すものがある。ありがとうございます。